荻田勘はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども、でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考えろが逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。どういう話でした？警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて、人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします？そうだな、警察が荻田を見つけるのを待つなんてのは消極的すぎるね。ええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない。他に何かやれることがあればいいんだけど。あの秋山さん、人弁士って知ってますか？いわゆる偽造屋のことでしょ。またすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めておじさん、あ、桐生さんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。まあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど、蒼天堀の人弁士を探せば荻田やあの銃を持った男につながるかもしれない。はい、面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。あ、私です、沢村です。はるか、今大丈夫？はい、あの堀江さんは？大丈夫、一命は取り留めたわ、安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけどあんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。え、山浦さんが？どうしてですか？私もあんたの夢の続き見てみたいんよ。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。わかりました、ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。え、でも出演しても大丈夫なんでしょうか？万田さんも社長の件は耳に入ってる。その上で遥に出演してほしいって言うてきてんの。そうですか、わかりました。大丈夫そう？大丈夫です、やれます。そう、ありがとう。ほんなら私はダイナチェアで待ってるから、遥も準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました、よろしくお願いします。
かりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。もしもし。社長、今大丈夫ですか？花ちゃんか。うん、大丈夫だけど。パク社長の件どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああそうだ、ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、神室町で人弁師を見つけてくれないかな。人弁師？社長一体何してるんですか？それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああまあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね。社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です。こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか？じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう100個。しょうがないですね、今回だけですよ。助かるよ花ちゃん。で、神室町の人弁士なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか？1時間もあれば十分ですよ。さすが。その人弁士と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。これでいい。人弁士のことは人弁士に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。後でダイナチェアでお茶を。はい、わかりました。
さん。ほら、お小遣いくれよ。めんどくさいな。殴らないで。ごめんなさい。暇じゃないんだ。そこのおっさん、よーてめえこの野郎、通行料払えよバカ野郎。
ちょっと待て。なあ。お？ん？うん。
大きに。お、そこの兄ちゃん、何こっち見とんの。あ、後悔すんなよ。おい、ん？いえ。いや、いや、
止まれ。
いや。Mm-hmm.